なぜ日本のことを憎まないの？皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。2022年、外務省は ASEAN 諸国を対象とした世論調査を実施。その結果、日本とは友好関係にあると答えた人は全体で 93%、 日本を信頼できると答えた人は 92% に上り、東南アジアの人々の多くが日本に対して親しみや信頼感を持っていることが分かりました。それではなぜ東南アジアにはこんなにも親日家が多いのでしょうか。今回ご紹介するのは、フィリピンに留学中の韓国人大学生が東南アジアに親日家が多い理由を知って驚いたエピソード。それでは早速ご覧ください。韓国人が日本と東南アジアの不思議な関係について調査した結果。私の名前はウンシル。歴史学を専攻する韓国人の大学生よ。私は今フィリピンのマニラにある大学に留学中。主にアジアの近代史を研究しているの。韓国人が留学先としてよく選ぶのはアメリカやイギリス、あとは中国や日本を選ぶ人も多いわ。でも私は東南アジアに留学したいと前から思っていたから、フィリピン留学を選択。実は私にはずっと疑問に思っていたことがあってね。それはなぜ東南アジアの人たちには親日家が多いのかっていうことなの。東南アジアの人たちが好きなのは韓国人や中国人よりも日本人、そんなイメージがあったのよね。実際私の姉は日本人の友人とフィリピンやタイを旅行した時に現地での対応に差があったと言っていた。例えばタクシーに乗ろうとした時に、運転手から国籍を聞かれて姉が韓国人ですと答えたら乗車させてくれなかったのに、友人が日本人ですと伝えると快く乗車させてくれたことが何度もあったみたい。そんなことが起きる原因はマナーの違い。どうやら日本人観光客は韓国人や中国人と比べて圧倒的にマナーが良いから現地の人たちから好かれているらしいわ。だけど日本と東南アジアの歴史的関係を見ると、日本を嫌う人たちがもっといてもいいような気がする。だからその辺のところを現地で確かめてみようと思ってフィリピンに留学したというわけよ。ところで、日本はかつて戦争を経て私たちが暮らす朝鮮半島を支配下に置いたでしょ。私たちの祖先は韓国併合と呼ばれる出来事によって異民族である日本人に支配されていた。それってかなりひどいことだと思うし、韓国併合を実際に経験していない私たち世代や親の世代にもこの出来事を理由に日本を恨んでいる人が多いわ。とはいえこの件はとうの昔に清算済み。1965年に日韓両国で交わされた日韓基本条約において、1910年8月22日以前に両国で交わされた全ての条約や協定は無効であることが確認されている。だけどやっぱりモヤモヤした気持ちが残るっていうか、納得できない面はあったのよね。そして東南アジアは韓国と同じようにかつて日本に侵略されていたはずなのに、どうしてそんなに日本に親しみを持てるのって私は不思議でたまらなかった。太平洋戦争中、日本は東南アジアを占領。大東亜共栄圏を構想して自分たちにとって有利になるように取り計ろうとしていたの。そんなことまでされたのに日本を好きでいられるなんて、東南アジアの人はお人よしの集まり？私には東南アジアの人たちの気持ちがどうしても理解できず、現地の人たちの意見を直接聞いてみたいと思ったわ。そして留学から1ヶ月が経った頃、私は同じ講義を受けていたあるフィリピン人の学生と親しくなった。彼女の名前はアルテア。 K-POP や韓国ドラマが好きな彼女は私が韓国人であることに気づいて声をかけてくれたのよ。
私も K-POP や韓国ドラマは好きだから、私たちはすぐに意気投合。好きな作品の話で盛り上がったり、休日には一緒に街へ出かけたりするようになった。そんなある日のこと、アルテアと一緒にランチをしていた私は、思い切って日本の印象を彼女に聞いてみたの。アルテアは韓国の文化が好きなのよね。じゃあ日本は好き？日本のことをどう思う？私は彼女が日本は嫌いって答えてくれることを期待していた。だって彼女は韓国の文化に親しんでいるんだもの。それに彼女は頭がいい。だから過去の歴史を理解した上で日本を正しく評価できるんじゃないかと思ったわ。ところが彼女は私の顔をまっすぐに見てこう言ったの。もちろん日本も好きよってね。どうして日本が好きなの？アルテアだって知っているでしょ。戦時中日本は東南アジアを占領していたのよ。私は思わず聞き返してしまった。だけど彼女は、だって日本は尊敬できるところばかりなんだものって平然と答えたのよ。文化も経済も発展しているし、アメリカやヨーロッパの先進国とも対等に渡り合っているでしょ。それに日本のアニメや漫画、ゲームなどは世界から高く評価されていて、私も好きな作品がいっぱいあるわ。だから全然日本は嫌いじゃないの。でも占領の過去が。そのことだってむしろ感謝しているくらいよ。東南アジアの国々はかつてヨーロッパの植民地にされていた。だけど日本がそこに来てくれたから、今の私たちがあると言っても過言ではないわ。え？どういうこと？彼女の言うことが全く理解できず、私は困惑した。何も知らないのならせっかくだから調べてみたら？いい勉強になると思うわよ。アルテアにそう言われて、私はネットや本でいろいろと調べてみることに。すると次々に意外な事実を知ることになったの。東南アジアの歴史が大きく動くきっかけとなったのは、イギリスによるインドの植民地化。その後は東南アジアを植民地化するヨーロッパの国が次々に現れた。そしてここフィリピンは16世紀以降にスペインの植民地に。国民の大半がカトリックに改宗させられたり、自由貿易のためにマニラが開港されたりと大きな影響があったみたいね。1898年にはアメリカとスペインの間で戦争が勃発。アメリカはフィリピンに対して、協力してくれたらスペインから独立させると約束したの。フィリピンの協力を得たアメリカはスペインに勝利。フィリピンは独立を宣言し、フィリピン第一共和国が誕生した。ところがこの独立は表面的なもの。アメリカは約束を破ってフィリピンを実質的に占領しちゃったの。アメリカに反感を抱いたフィリピンはその後10年以上にわたって独立のために戦い、日本は独立運動を支援。武器購入の支援をしたり、革命将軍の亡命を受け入れたりしたそうよ。またこの頃、多くの日本人が労働者としてフィリピンに移住したのだけれど、その目的の一つが道路建設。マニラとバキオを向かうベンゲット道路はフィリピンにおける日本人労働者の大きな功績なんですって。それから日本人が移住したもう一つの目的が農園経営。当時重要産業の一つであったダバオのマニラ麻栽培は人手不足に陥っていたのだけれど、そこへ日本企業が進出し産業を大きく成長させたの。そうして多くの日本人がマニラやダバオに移住。日本人街や日本人学校も形成されていったのよ。そして1939年に第二次世界大戦が始まると、日本軍は東南アジアに進出。日本軍がフィリピンに上陸したのは1941年のことだった。その数ヶ月後には日本はフィリピン全土を制圧。アメリカ支配下の政治体制を解体し、
独立を目指すフィリピンの革命軍と手を組んだ。そしてフィリピン第二共和国という独立国家が誕生。そのおかげでフィリピン国内の混乱は収束したそうよ。アルテアは、フィリピンにとってはずっとスペインの下にいるよりも良かったのかもと言っていた。その後、日本とフィリピンの国交は正常化。今ではとても友好な関係を築いているんですって。また興味深いと思ったのが、アルテアが教えてくれたインドネシアのエピソード。インドネシアはかつて約300年もオランダの支配下にあってね、コーヒーやサトウキビなどを作らされていたの。そこにやってきたのが日本軍。彼らは戦闘をすることもなく、オランダ軍をあっという間に降伏させた。そしてオランダ人の総督は逮捕され、ジャワ島からオランダは撤退。インドネシアの人々はここで初めて自由をかみしめたんですって。じゃあジャワ島に上陸した日本軍たちは何をしたと思う？普通なら圧政で彼らを支配したんだろうって思うわよね。だけど実際は圧政なんて行われず、インドネシア人が予想もしなかったことを次々に始めたの。まずは独立運動の指導者であり、幽閉されていたスカルノ氏とハッタ氏を解放。彼らをインドネシア側代表の位置につけた。次にイスラム教に対する制約を撤廃。マシュミ、インドネシア海峡連合会を作り、イスラム教の指導者たちが初めて直接話ができるようにしたそうよ。さらにオランダの政策とは全く違って、教育にも力を入れた。オランダの植民地政庁は長年にわたって愚民政策を実施。インドネシア人が知識を身につけたら政策に疑問を抱いて反抗される恐れがあるし、農業に従事するだけなら教育は必要ないからね。ところが日本軍は戦争で休校になっていた学校を再開。すぐに3年間の初等国民学校と、その上にさらに3年間勉強できる国民学校を作って、インドネシア人に学びの機会を与えたの。オランダの支配下にあった時は学校に通うことができたインドネシア人は全体の数パーセントだけど、日本軍が来てわずか1年余りで多くの子供たちが学校に通えるようになったんですって。教育に関する日本軍からの命令は、オランダ語の禁止と日本語、唱歌、教練を含めることだけ。だから初めて本格的にインドネシアの歴史を教えられるようになった。また日本軍は行政機構への現地人登用を推進。これもオランダに支配されていた時にはなかった画期的なことだったのよ。多分日本人はインドネシア人としての自覚を持たせたかったんだと思うの。インドネシア人に自分たちの力でしっかりと生きていってほしかったんじゃないかしら。アルテアはそんなことを語っていたわ。ところで韓国はどうなの？いきなり何？アルテアの唐突な問いかけに私は首をかしげた。だから日本は本当に韓国を不当に侵略していたのってことよ。中学校や高校の授業ではそう教わったけれど、詳しいことは私もよく知らないのよね。じゃあ調べてみない？私も日本と韓国の歴史的関係については詳しく知らないから本当のことが知りたいわ。東南アジアを救ってくれた日本が韓国にひどいことをするとは思えないんだもの。そうかもしれないわね。よし、こうなったらとことん調べてみよっか。私とアルテアは図書館で書籍や論文を調べてみることに。もしかしたら今までに知らなかった事実にたどり着くことができるかもしれない。そう思うとなんだかちょっとワクワクしてきたわ。海外の反応。僕はフィリピン人だが、日本人にはフィリピン人が持っていない真面目さや勤勉さがあると思う。だからこそフィリピン人は日本を信頼しているんじゃないかな。中国、スペイン、アメリカなどフィリピンは多くの国に支配されてきたが、それについて今更文句を言うつもりはない。それに多様な文化に適応できる国民性が形成されたのは
いろいろな国に支配されてきた歴史があったからこそだと思うんだ。戦後のインドネシアが目覚ましい経済成長を遂げることができたのは、間違いなく日本のおかげ。日本は長年 ODA、政府開発援助などを通してインドネシアを経済的に支援してくれたんだ。僕はイギリス人で、今は日本に留学しているのだけれど、留学生には東南アジア出身の人もたくさんいるよ。日本の大学で学んだ人が母国へ帰り、現地のエリート層になることも少なくないんだそう。確かに日本から学べることは多いからね。正しい歴史を知るのは大切なこと。僕は意見が偏らないように、いろいろな角度から学ぶことを意識しているよ。そうすれば見えなかった部分も見えてくるからね。まとめ。2017年の外務省の調査では、日本の対 ASEAN 支援について、日本の ODA が役立っているかという質問に対して、 87% がとても役立っている、もしくはどちらかというと役立っていると回答。日本の ASEAN 諸国に対する貢献は高く評価されています。またこの50年間でどの国が ASEAN の発展に貢献してきたと思うのかを尋ねたところ、トップは日本で、回答率は 55%、 2位の中国 40%、 3位のアメリカ 32% を大きく引き離していました。さらに冒頭でも取り上げた2022年の外務省の調査では、戦後75年の日本の平和国家としての歩みをどう思うかという質問に対して、 ASEAN 全体で 88% が大いに評価する、またはある程度評価すると回答。平和の国日本というイメージが東南アジアの人々にも浸透していることがわかります。歴史をよく知らない人や韓国人のように反日教育を受けてきた人は、日本と東南アジアの関係について、侵略、植民地、占領といったことをイメージしがち。しかし日本が東南アジアでしてきたことは、現地の人たちからもしっかりと評価されていて、その結果今のような友好関係が築かれているということを、私たちはきちんと理解しておきたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。